皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、ケイトの新作デザイニングブラウンアイズ全色レビューやっていきたいと思います。8月1日からですね、ケイトから新作のアイシャドウが発売されます。デザイニングブラウンアイズというものなんですけれども、全部でね8色今回発売になったので、こちらもね全てレビューしていきます。本当に使いやすくて可愛いアイシャドウなので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速スタート。はい、ということで早速始めていきます。まずですね、改めて今回紹介する新作のアイシャドウがこちら、ケイトのデザイニングブラウンアイズ。これがですね、8月1日に発売となる新作のアイシャドウです。こんな感じで並べるとさらに可愛いですよね。はい、少しずつ色が違うので、詳しくは後ほど全部中をお見せして説明していきますね。色の説明をする前に、まずこのシャドウ自体の簡単な商品の特徴なんですけれども、まずこんな感じで4色パレットになっています。全体的な影色に使う部分なんですけど、その影色をこういったちょっと色が入ってるものを使うことで抜け感を出そうっていうアイシャドウパレットです。華やかで明るい印象にもなるし、先ほども言ったんですけど抜け感を出すこともできるので、今っぽい仕上がりを作ることができると思います。はい、ではまず BR の1番からです。こんな感じのパレットになっています。全体的に少し温かみのあるような印象です。これちょっとオレンジっぽくは見えるんですけど、まあオレンジとブラウンの中間のような色かなと個人的には思います。実際手の甲に出すとこのような感じですね。この両サイドに塗ったブラウンとそんなにかけ離れていなくて、4色一緒に使ってもこのオレンジっぽいシャドウも浮くことなく調和されて使うことができます。この色ですね、4色ともかなり使いやすいです。ラメ感もすごく綺麗ですね。はい、次のカラーが BR の2番です。そっちで見てみるとこんな感じになっております。この色ですね、コーラルっぽいような色になっています。ピンクっぽいような感じですね。ただすごく肌に馴染みやすそうな色なので、こうがっつりピンクが主張するわけではないと思います。全体的に可愛らしくて明るい感じの印象です。透明感のあるようなメイクが好きな方はこれすごく合いそうです。はい、次は BR の3番です。これはすごくオレンジっぽいカラーがポイントになっています。全体的にちょっとフレッシュな感じのイメージです。がっつりオレンジメイクになるというよりかは、ブラウンメイクなんだけどちょっとほんのりオレンジっぽいような、そんなイメージです。普通の無難な感じのブラウンメイクにちょっと飽きてきたなっていう方とかにもおすすめです。単体で見てると分かりにくいんですけど、こっちが1番でこっちが3番です。ちょっとやっぱ色違いますよね。より使いやすいのはこの1番かもしれないけど、こちらの3番も少し雰囲気変わるのですごく可愛いと思います。はい、次 BR の4番です。この色が先ほどとはまた全然違ってレッド系の色をしています。手の甲に出すとこんな感じなんですけど、これめちゃくちゃ可愛いですよね。この色を手の甲に出した時に、あ、これはすごく人気が出そうだなと思った色です。なんとなく直感的にですけど、さっきまで結構可愛らしい感じの色、コーラルとかオレンジとかだったんですけど、一気に雰囲気が変わってめっちゃ大人っぽいです。ここから秋に向けてとかすごいこういう色はね使えると思うから、トレンドだと思います。はい、次こちら BR の5番です。これはまた可愛らしい感じで、真ん中はピンク系で、手の甲に出すとこんな感じです。優しげな感じの柔らかい感じの印象の色です。途中でね、あのコーラルっぽい色出てきたんですけど、それと比べるとさらにちょっとピンク感が強い色です。隣にあるこの色がすっごい可愛いなと思ってて、ピンクとブラウンとなんかローズを合わせたような色味で、柔らかくて優しくて可愛げのあるような色です。はい、お次が BR の6番、こんな感じです。先ほどもねピンクブラウンだったんですけど、もっとさらにピンク感を強くしたのがこのパレットです。ピンクというよりかはローズっぽい感じもあって、大人っぽい女性みたいな、そんな感じの色かな。ブラウンシャドウなんですけど、まあ、ピンクシャドウって言えるくらいのピンク感だと思います。日頃からねピンクメイクとか好きな方は本当におすすめです。透明感も出そうだし、綺麗な感じもありつつ可愛らしい色だと思います。はい、お次 BR の7番はこんな感じです。すごくね使いやすい4色ではあると思うんですけど、私的にはこの色が一番今までのケイトらしいなっていう風に思ったんですけど、クールで大人っぽいようなイメージです。これ1番でこっち7番です。同じブラウン系のシャドウではあるんですけど、少しねイメージ変わってくるので、ちょっと優しげな感じに見せたいのか、クールでちょっとスッキリした衣装に見せたいのかっていうので、また選んでもらってもいいのかなと思います。最後ですね、 BR の8番こんな感じです。ゴールドっぽいような色がメインとなっています。実は色だけじゃなくって特徴があって、ラメ感がこれだけキラキラしています。ただこのキラ
キラ感っていうのが他と比べないと分かりにくいと思うので別の色も載せてみます。下が7番で上が8番なんですけど、キラキラ感が違うのがお分かりいただけますかね。色の明るさっていうのもあるんですけど、特にこの色とか下と比べると、ね、キラキラ感が強いと思います。なのでまあブラウンシャドウなんだけどちょっと華やかな印象に見せたい時とかすごくねおすすめです。はい、ということで8色とも全て色はお見せしたんですけれども、まぶたの上に塗って試していきます。最終的には全部塗るんですけど、1色だけね塗り方をしっかりと見てやっていきます。使うのは BR の1番です。1番明るいカラーを指にとって上のまぶた全体的に重ねていきます。結構ラメ感はキラキラとしているので、こうまぶたの印象をすごく明るく見せてくれます。中間の色をチップの太い方で取ってきます。で今度はこの色上まぶたのアイホールくらいまでしっかりと重ねていきます。あと下まぶたにも重ねます。上まぶたのこの色と同じ色を使っているのですごくバランスもいいし統一感が出ます。いよいよこちらのカラーを取って、目尻のね3分の1くらいにこうちょっと広がる感じで影を作るように重ねていきます。この色結構ポイントになっていて、暗い色を影として入れるのではなくて色のついた明るい印象の色を入れることによって自然に目元を大きく見せてくれます。最後こちら濃い色を使ってアイライン上に目の際に引いていきます。はい、こんな感じでアイシャドウが完成しました。結構しっかりとアイシャドウを塗ってるんですけど、色は結構明るいのを使っているのでそんなにねめちゃくちゃ濃い感じの印象にもなりません。はい、今回ですねこう影になるところに色を使って目を大きく見せているのが特徴なんですけど、黒だったりとか焦げ茶だったりとかそういう濃い色を使ったら比べた時に自然に目が大きく見えるのはこちらのね色を使った方だと思います。しっかり塗ってるのにどこか抜け感のある感じの仕上がり、こちらも結構ガチガチに締めちゃってるのでその分こうキュッと見えるというか、悪いっていうわけではないんですけど抜け感を大切にしつつ目を大きく見せるんだったらこちらの色を使った方がいいんじゃないかなと思います。こちらもちょっと一回落として同じ色で仕上げていきます。はい、両目とも完成しました。こんな感じです。まつげとかやっていくとさらに完成度上がってくるのでここからまたね仕上げていきます。下地はこちらケイトのラッシュ巻きしまいがを使用します。こんな感じでね黒い繊維がしっかりと入っている下地です。すごくねまつげを上向きにグッとキープしてくれる下地なので、これも使ってマスカラ塗っていきます。もうこれだけでもいいんじゃないかってぐらいまつげがしっかり上がるんですけど、こっちも塗っときます。はい、マスカラはこちらケイトのラッシュフォーマーブラウンです。はい、こんな感じです。伸びましたね、すごい。本当にねこのマスカラをふわふわってつけただけなので下地のおかげがかなりね大きいと思います。もっとナチュラルな感じにしたかったら、下地使わずにマスカラだけでもいいと思うんですけど、アイシャドウもねちゃんと塗ったので今回は両方とも使ってしっかりと上げてみました。はい、ではねここから2番から、8番の仕上がりだけちょっと動画でお見せしますね。はい、 BR2 番の仕上がりはこんな感じになっています。 BR1 番と比べるともう少し全体的に明るい印象で少しね華やかな感じが近いかなと思います。 BR の3番はこんな感じの仕上がりになっています。オレンジなのですごくね鮮やかなんですけど、私的にはすごく好きな色味です。今の時期本当にぴったりですよね。夏とかだったらこういう色すごくおすすめです。はい、 BR4 番の仕上がりはこんな感じです。これやっぱりねめちゃくちゃ可愛いですよね。大人っぽい印象に近づきます。全体的にちょっと色っぽい感じになります。 BR の5番こんな感じの仕上がりです。きついピンクじゃなくて女の子らしいような優しげな印象です。もう一個ねあのピンク系のシャドウがあるんですけど、それと比べてもこっちの方が比較的マイルドな感じですね。はい、 BR の6番の仕上がりはこんな感じです。ピンクなんだけどちょっとラベンダーとかパープルとかそっちの方に寄った色かなってまぶたにつけてから感じました。全体的にね透明感のあって綺麗な感じの仕上がりです。 BR7 番の仕上がりです。全体的にちょっとスモーキーな感じ、濃い感じに仕上げたい時とかはまさにぴったりだと思います。最後ですね BR8 番こんな感じです。キラキラ感がすごいんですけど、画面が飛んでる感じもなくて密着しててくれるので顔中キラキラになることもないし、すごい可愛くていいアイシャドウだと思います。はい、ということで8色すべてご紹介させていただきました。ブラウンのアイシャドウって使いやすいと思うんですけど、その反面ちょっとどうしても無難になりがちなところ
ところもあって、ただこのアイシャドウはブラウンなんだけど影の部分に色を取り入れることによって無難な感じでもないし、かといって使いにくいわけでもないし、本当になんか今までちょっと絶妙になかった部分を攻めてくれたようなアイシャドウじゃないかなと思います。普段ブラウンシャドウ使ってる方もそうだし、逆にカラーのアイメイクが好きな人もそうだし、どっちの方にも本当に合うようなアイテムだと思うので、詳細は概要欄にも貼っておくのでぜひそちらからご確認ください。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。